材料性春巻き、ネムクーンは、法と共に、ベトナム料理を代表するものとして、国外で知られる料理。グイクーンは、包んだ和え物の意である。中国が発祥の揚げ春巻きとは、材料、調理、味覚のいずれにおいても異なる。中国語でも生春巻きは、ベトナム春巻き、または、夏、巻きと呼ばれ区別されている。また、英語でも、中国の揚げ春巻きが、 スプリングロールと呼ばれるのに対し、生春巻きはサマーロールと呼ばれている。現地では日本で知られるほどメジャーな料理ではない。南部では屋台で食べられる軽食やおやつ扱いであり、レストラン等では外国人客向けの中級、上級店で供される。また、現地の家庭料理では手巻き寿司のように各自で巻くスタイルになる。また、米粉麺の分を挟んで食べるため、 ご飯と一緒に食べることは少ない。ビーフンと肉、エビを別々に茹で、取り出しておく。水で戻したライスペーパーをキッチンタオルか皿の上に置く。適当な大きさにちぎったサニーレタスをライスペーパーの下から3分の1の位置に置き、豚肉、ビーフン、人参、もやし、バジル、ミントを乗せる。下から半分までライスペーパーを巻き。 左右の端を中に折り込む。ライスペーパーのまだ巻いていない部分の上にエビ、ニラ、コリアンダーを乗せ、最後まで巻いたら出来上がり。ヌクチャムをつけて食べる。ウィキメディアコモンズには生春巻きに関するメディアがあります。ありがとうございます。